ちは。こんにちは。はい、非常にもう早い人は順位予想してて、はい、DeNA 今年いいぞと、うん、優勝に挙げてる人もいる。あ、そうですか。俺の耳には入って、はい、そのあんまり優勝に予想しないでよと思う。いやいや、もう優勝とかそう予想は自由ですから、まあ、そういう好きにしてもらえる。そういうなんかこう投げやりな感じはやめてよ。いやでも僕は2年評論家やった時はもう嫌でしたもん。あ、まあ、嫌だよな。でも実際その最下位って予想されるとムッとくるけど、優勝だったらおい優勝かって思う。いやいや、その通り、信じてくれた通りになるようにっていうのがありますけどね。今年っていうか、まだその DeNA の予想はしてないんだけど、はい、なんかすごい球団の動き方と、はい、だとか、まあ、ドラフト見てたけど、はい、ドラフトは何点満点中何点、100点満点中何点、まあ、僕は編成の方には入ってないので、うん、何点とは言えないですけど、まあ、でも監督だったら誰取りますかとか、これ候補があって1位誰にしますかとかないの？あ、うちはないです。あ、編成は全部やってくれてるんだ。編成球団です。そうですね。で、まあ、もちろんそのシーズン中にこういう選手、うん、イメージの、まあ、イメージは伝えてますけども、うんうん、まあ、編成ですね。で、僕もあのドラフト の部屋に入った時に、うん、小園で行くからって聞きましたし、その瞬間どう思った？今日なるなっていうのは。あ、なるほどね。覚悟してましたし。いや、でもね、俺小園が俺高校ナンバーワンだと思うんだよ、ね、僕も、まあ、見てて思ってました。そうだよね。それを取れたっていうのはどう？いや、ホッとしましたよ。もう強豪なるなと思って、こう武田もばらけてたじゃないですか、うん、頼むから単独でと思って、うん、で、まあ、重な重複しましたけど、まあプレッシャーでした、うん、ドラフトはやっぱプレッシャーかかる。もう初めてのドラフト会議に出て、まあ、そうだよ。しかも開始早々一発目じゃないですかで、あの部屋入って抽選の箱で最初に引くじゃないですか。だから当たりは絶対あるわけじゃないですか、うん、2分の1か50%で確率の高い抽選で、まあって、もうあそこまで行っても腹くくるしかないなと思って、もう、うん、手を入れてもう触れたものを握ってもう、うん、であれだから、その交渉権獲得って見た時はもう震えましたから。ああ、そうだって思いましたね。マウンドに上がるよりも緊張したんだ。いや、もう緊張しましたよ。その後 その後のインタビューも声震えてましたし、自分でも分かってましたからいや、そのぐらいやっぱり取りたかった選手っていうことだよね。いや、そうですね。そういえばね、で、うん、部屋戻っても、あの代表とかスタッフの方みんな大喜びし、奪いましたから、うん、ほっとしましたね。いや、もうその一人が、まあ、他の人には申し訳ないけど、小園を取れたっていうだけでももう100点満点中の100点でもいいぐらいの素材だよね、あの子は。だから横浜、まあ、昔からもそうですけど、強豪覚悟で指名するってあんまりなかったじゃないですか。なかったよね。単独で行くもんね。単独で行くっていうところでの、うん、そこまでしてスカウトの評価も高かったですから、うん、そこまでして欲しかった選手でしたから、うん、どういうふうな育て方をしたい。まあ、例えばヤクルトのやり方って奥川を、まあ、中10日で回したりだとか、1年間はじっくりやらして2年目から10日で回して、まあ、佐々木朗希もそうだよね。どういうふうなことを考えてるの？これはまだ実際の動きを見てませんし、うん、その実際どれぐらいの体力があるのかっていうのもしっかりと見極めないといけないですけど、だからまた一つの方法が増えたわけじゃないですか、うんうん、成功率、うんうん、まあ、あのやり方も一ついい方法だと思いますし、うんうん、松坂大輔が入ったら1年目から投げて、うんうん、フル回転、ね、フル回転しながら育てていくってやり方もあると思いますし、うんうん、やっぱその小園を実際見てからになると思うんですけどね。これ見るにはやっぱり一軍で見ない、連れていかなきゃいけないじゃない。まあ、1月の自主トレとか動きももちろん体力って今測ったりとか機械でいろいろできるので、そういうのも判断しながらですね、まあ、もちろん無理はさせられないし、でも大事に大事にってこう過保護に育てすぎても大きく育たないと思いますし、そこはもう投手コーチだけではなく、もううちのトレーナーとか動作解析とかもういろんなところからしっかり連携取って、まあ小園だけじゃないですけどね、まあ、それはもちろん、ね、やっていかなきゃいけないなと思いますけど、うん、いやでも楽しみだな。いや楽しみですよ。いや一軍で見たいな早く。そうですね、うん、でも球団とも話をして18番を、うん、
つけてもらうことになりましたから。すごいね。半永久欠番みたいな。永久欠番じゃないですよ。いや、になってたんだよね。まあ、ね、そうですね。誰かがそういう選手が現れれば球団と話してつけてもらうってところで。でもそれ大輔が OK しなかったらダメだ、ダメの、はい、NG になってたんでしょ、はい、OK したんでしょ。いや、もうそれはもうこのタイミングだろうと思って。まあそりゃそうだよな、あれだけの素材だもんな、はい、いやー、それと、まあ、OB である藤田が戻ってくる、はい、和也、はい、なんか心苦しかったんだよね、まあ、俺がヘッドコーチの時に、はい、出しちゃったから、はい、だからそれが戻ってくるということで背番号3番をつけてくれるということで。あ、そうそう、うん、だから知らないの。あ、そうか、藤田が3番で、そうそう、わざわざ連絡くれてさ、あの3番つけるようになりましたっつって、はい、藤田から連絡もらってすごく嬉しかったんだけど、はい、藤田の存在っていうのはどういうふうに監督としては捉えてるの。もちろん選手としてもまだまだできますし、うん、勝負強いバッターですし、あの守備力っていうのは、うん、去年もファームで見てましたから、うん、全然衰えてないなって。ああ、そう、見てた、見てました、ね、バッティングも、バッティングも見てました。ああ、そう、だからバッティングもそのバットコントロールですね、うまく、うん、その1、2塁間を決して速い打球じゃないけどもしっかりと捉えてるっていう、速いスイングでもないし、ないけどもやっぱそのコントロールですね、うまくバットにコンタクトしますし、うん、あとはそのやっぱ経験豊富ですから、うん、そういうところでそのやっぱ人望も性格もいいですから。性格いいんだよね。そのチームの他の若い選手たちにも見習うところってたくさんありますから、うん、そういうところを期待してますけどね。で、将来の観光補正だよね。そうですね、うん、だから俺は藤田の話をした時にね、どうするんだって背番号3番とか報告くれたから、うん、いや、お前プレイヤーとしてあんまり期待してないと思うよそんなことないでしょ。いや、俺はね、はい、俺は自由じゃない、はい、じゃなくてお前の人望だとか、うん、ね、お前の頭、頭脳、そういうものをやっぱこうな、将来的なことを見据えて取ってもらうんだから、その期待に応えなきゃダメだよって言ったんだけどさ、うん、それと森の前で受けろと、はい、ノックを。でお前生き字引きで見せてやれと、うん、違う。いや、そう、本当にあの動ける手本というかね、うん、実際にプレーですから、うん、そういうところも本当にチームに与えるものっていっぱいあると思うんですよね、うんうん、与えてくれるものっていうのは。本当、藤田、横浜が大好きですから、だから今も忘れないです、あの甲子園から帰りのあのトレードが決まった時の。そうだよ、あの宿舎でな、宿舎で着いて、あの食事会場ですかね、集まって、そう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 、涙ながらでみんながね。そうだな、いや、申し訳ないなと思った。俺もう決まってから話を聞かされたからさ、はい、止めることができない。日本一の守備者を出すんですかって言ったんだけど、ね、まあでもあの時つらかったですけど、みんなつらかったけど、藤田は、まあね、また楽天行ってタイトルも取って優勝も経験してっていう、ね、いろんな経験をしてまた横浜に戻ってきてくれますからね、うん、よかったね。よかったです、うん、あと太田大志、はい、どういう使い方になるのかなと思って。まあ基本競争は競争ですし、もちろんね、太田大志ももちろん控えにとどまると思ってませんし、うん、本人もやっぱりそのレギュラー取るために来てるわけですから、その辺の競争レベルを上げてくれる選手だと思ってますけど、ね、各チームの先発ピッチャー見ると、各チームに大体2人ぐらい左ピッチャーが先発で入ってるんだよね、うん、はい、だからそういう意味では太田を取ったっていうのは俺大正解だと思うんだよ。使う使わないは別としても、やっぱり先発メンバーを出したら控えに右がいないじゃない、うん、ね、これっていう、そうですね、いや、だからすごい正解だなと思っててさ、うん、やっぱりレギュラー陣が右が多いですから、うん、まあ、そういうところですよね、まあ、自然的に控えが左ばっかりになるよね。ところでやっぱりリリーフでもやっぱりいい左ピッチャーってどこにもいますから、うん、まあ、そういうところでその勝負強いバッティング、うん、右の長打打者ですからね、で守備力もありますから、うん、そう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 、まあ、今年はね、数字的にはそんなに良くなかったですけど、うん、あんなもんじゃないと思いますからね、うんうん、またモチベーション上げて頑張ってもらいたい。やっぱりあの身体能力高いしね、足も速いし、まあ、守備、肩も全然衰えてないし、うん、だから楽しみな選手取ったなと思って、大輔また迷うんじゃないかなと思って、いろいろ。いや、それはもう幸せな迷いですよ、ね、悩みですからね。まあ話は戻るかわかんないけど、やっぱ小園は見てみたいね。いや、そうですね、
楽しみです。僕も実際のボールを生でまだ見てないですから、うん、甲子園とか見る時間あったの？映像では見てました、はい、選抜とか、はい、夏は負けたんだよね、はい、智弁にね。まっすぐの力もそうですけど、やっぱ変化球のコントロールが安定感ありますからね、うん、よかったら即使う、まあ、無理させないようにしな、問題もなければ、うん、それ可能性もありますけどね、うん、まあ、今現状何とも言えないですよ、まあ、まあ、実際見てない、まあ、そりゃそうだな、まあ、ただ18番をつける姿を、はい、自分が脱いでから初めて見るわけでしょ。そうですね、18番、はい、俺3番を最初に見たのが外人がつけたんだよ。もうがっかりしちゃってさあれなんだよみたいな、うん、でも18番小園がつけるって、うん、ね、自分をダブらして見る、でダブらすことはない、どうなんですかね、実際見たことないんだよね、実際ラウンドに投げてるの、うん、背中も見ながらどういう感情になるのかなっていうのが、なるほどね、楽しみですけどね、まあ、楽しみですね、はい、はい。